Salut les amis, alors bienvenue pour la suite de ce let's play sur Shadowbringer, la nouvelle extension de Final Fantasy XIV. Nous allons continuer notre aventure en compagnie du peuple de la nuit. Dans cet épisode, nous allons voir qu'il y a plusieurs tribus qui se partagent donc la zone et qui s'entendent pas forcément très bien, mais aussi qu'elle est convoitée par l'armée que l'on a combattue la dernière fois. Donc c'est un épisode assez triste et assez mouvementé que je vais vous laisser découvrir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous verrez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye.私たちもこれだけはと思ってね。隣いいかしら。それじゃあ始めよう。我らの友トッディア、光に痛むことなきマナはミニーヌ、彼女に祈りを。汝が命を天の暗き海に返そう。苦難は地にある我らと共に。汝の行く先に悲しみと恐れはない。暗き海は満たされる。穏やかな静けさと温かな慈しみで、汝を思う我らの祈りで。あれが彼らにとっての夜空。今は遠い天の海。
どうかかの者の命を天の暗き海にお運びください。夜の使い、闇の戦士よ。聞いたわ。葬儀の準備も手伝ってくれたそうね。本当にありがとう。各地に伝わっている闇の戦士にまつわる伝承、その源流は夜の民の祈りだとされているの。トッティアは誰より熱心に祈る子だったから、闇の戦士と呼ばれたあなたが最後に拾い立ち会ってくれて嬉しがったと思うわ。本当に魂を運ぶわけではなくても、ここの人たちが本物の夜空を見ることができたら、きっと感じると思うんです。祈りはちゃんと届いていた。生きていたって証がまだそこに続いてるんだって。だから、その何も嘘になったりはしません。私も大罪喰いを倒してみんなに夜空を見せたいです。あ、ごめんなさい、勝手なことを言いました。いや、いい決意だ。夜の民にも夜空を見せてやろう。それならちょうどよかったわ。実は例の石板から有力な情報が拾えそうなの。最初に案内した部屋に集まってちょうだい。面白い話になってきたわよ。
異なる時代の英雄の肖像だそうだ。神昔俺の生きてた頃、この洞窟には壁画の研究をしてるってやつが入り浸っててな、いくつか仕事を依頼されたんだ。獣の討伐とか食料の調達とか。変わったやつだったけど、そのうちに仲良くなった。そいつ曰く、名も知れぬ古い時代に誰かが最初の絵を描いた。自分たちを導く英雄の絵だ。長い時が経って、論家の時代に誰かがそれを見つけた。だから君たちがいつか世界に名だたる英雄になった時には、その勇姿を隣に書かなくてはね。そう言って笑ってたよ。雑用を頼みながら言うんだから、ひどい冗談だ。あれは多分俺たちの絵だ。あいつ光の反乱の前だったのか後だったのか、いっそ削り取ったのも本人だったらいい。その方がまだ。お前の戦いは未来にどう伝わると思う？待たせたわね。こちらの作業は完了よ。急いで撤退しましょう。どうかしたの？とにかくここから出ないと。外でサンクレットとも合流しましょう。
今日は森がざわついてるな。見回りの奴らもなんだか遅くなってるらしい。食事はもうすっかり準備できてるんだが。仕方ない、先に食べてよ。悪いが姉さんたちに声をかけてきてくれないか。はぐらかさないで。あの人のことあなたなら気づいてるでしょ。あの人には光の加護がある。だから大罪喰いを倒しても罪喰いになることはない。確かにそう聞いたわ。でもだとしたらあのエーテルの惨状は何？とてもじゃないけれど無事には見えないわ。これは私の推測だけれどね、大罪喰いから放出された光は光の加護に相殺されてなどいないのでしょう。あの人のうちに加護を受けた身に封じられているだけ。違うかしら。最終的な対処については考えがあります。ただそれを今話すことはできません。はあ、あなたの頑固さには恐れ入るわ。この後に及んで私たちにも話せないとはね。ウリエンジェ、あなたが悪事を働こうとしているとは思わないわ。でもあまり隠し事ばかりでは今まで通り信じてあげるのが難しくなる。ねえ、あなたと同時に呼ばれた私にはずっと違和感があったのよ。全ての発端になったあなたが見たという第八霊祭の光景、それは本当にあなたが呼ばれた時に見たものなのかしら。大変だ！ユールモア軍が攻めてきた！久しいな。こうして直接会うのはお前の就任式以来か。水晶子、私の前でよくもそんな態度が取れるものだ。お前の町は闇の戦士とか呼ばれている連中の罪喰い討伐に加担しているそうじゃないか。それどころか我が軍に粗相をしたとも聞いている。一体何のつもりだ？意図を問いたいのはこちらだよ、ドンバウスリー。
大罪悔いの討伐は世界の悲願だったはずだ。実際レイクランドの人々はもちろん、あの妖精郷の住民までもが闇の帰還を喜びとともに迎えている。人類がやっと手にした反撃の兆し、お前はなぜそれを潰そうとする？分かってない。何も分かっていないな、水晶光。お前たちの見ている希望は一時の幻だ。仮に罪悔いを退けたとて、この世界はもう手の施しようがないほど壊れている。残された土地も資源も、人が自由に生きようとするにはあまりに乏しい。そうなれば人同士の争いが始まるだろう。残り少ない人類は今度こそ自滅する。だから私が管理してやるのさ。新たなる王、いや、クアミとなって、人は私にのみ憧れ、私の足元で夢を見る。私は秩序、私は平穏、私は人に残された唯一無二の幸福だ。水晶光、人は愚かだ。どんな理想にもケチをつけたがる。そんな連中を導くには多少の恐怖が必要なのさ。私のもと以外安心できない。私のもとだけが生きていける場所だとな。罪悔いはそのための力。世界は私に彼らを与え、君臨せよと命じたのだ。なるほど。第八霊災が起きた未来では、お前の移ろわぬ王国はきっと完成していたのだろうよ。え？何を言っている？いいや、こちらの話だ。お前の主張はよく理解したよ。ドン・バウスリー、お前は力を持つがゆえに、いつも人を屈服させる側だった。だが、人類は、お前が思うよりしぶとく、したたかだぞ。足りないものを奪い合うのではなく、足りるように作り出せばいい。人の知恵や技術は、そういう夢で磨かれてきた。時間はかかるだろうが、今回だって絶対に乗り越える。そのためにも、まず罪悔いを倒すことが必要なのだ。くだらない。誰しも求めるのは今、自分の幸福だ。100年1000年先に築かれる楽園に価値などあるものか。それでも私は見てきたよ。自分ではもう届くことない希望に向かって、涙も血も流しながら誰かの背を押す人を、託された重みに苦しみ、過ぎゆく別れに泣きながら、その意味をなくしはしまいと進んでいく人。世界はそうしてつながれてきたと私は知っている。だからこそ信じて、眼前のしがらみを断つことにこの命を懸けられる。つまり罪悔い討伐に加担するのはやめないと。ああ、私は楽しみにしているんだ。
未来への道が開いて、皆が、あの人が踏み出す瞬間を。まったく。実に予想通りの回答だよ。お前たちは本当にバーカだな。この階段を待つことなく、我が軍は光の残る各地に向けて出発した。残る大罪杭を守るため、そしてそれを狙う反逆者を根絶やしにするためにな。私がお前を呼んだのも話をするためではない。操り人形にするためだ。消えた。まやかしの術か。どいつもこいつも私をコケにしやがって。貴様らが夜の民の代表か。ええ、ひとまず私が話を聞かせてもらうわ。もっとも、あなたたちうちの見回り役に何かしたわね。穏便に話し合いをしたいのなら、まずはその子を返しなさい。こちらの要件を伝えるのが先だ。おとなしく聞くがよい。我が主ドン・バウスリーの命にて、今よりこの森はユールモアの管理下に入ることとなった。以後は我らの指示に従え。また随分と乱暴なこと。同行しているところを見ると、常闇の糸死後はそれを飲んだのかしら。こやつらとは我が主が前もって密約を結んでいたのだ。貴様ら夜の民はこれまでも幾度となくユールモアの庇護を拒んでおろう。いつ反旗を翻すとも知れぬ危険な存在だ。よって主はこの森を管理するにあたり、こちらの一派を協力者とし、主権をお与えになったのだ。ドン・バウスリーは誓ってくれた。ユールモアの管理下では我ら常闇の糸死後のみが正当な一派として存在を認められると。聞けばレイクランドとイルメグには闇の戦士様がご降臨なされたそうではないか。かのお方が真っ先にここへいらしてくださらないのはなぜか。お前ら夜の民のたるんだ信仰がはびこっているからだ。私たち肉子で乗せられてしまったわけね。組む相手がユールモアでは闇が遠ざかるばかりでしょうに。これより数刻の猶予を与える。夜の民のうち
ユールモアに従う者はウォーブンオウスに来い。常闇の糸死後の拠点に、オイラたちに祈りを捨てろっていうのか。お前らの祈りなぞ初めからどこにも届いていないわ。これからは我らが正しき祈り方を教えてやる。行かなかった者は忠告はした。聞けぬ者は反逆の意思ありとして裁くのみ。中で話しましょう。先に彼を受け入れる用意をしてもらって。